いよ。めっちゃ寝起きの顔してる私。おはちかちゃん、みんなそう、今から朝のある日のモーニングルーティーン、豆乳コーヒー、ソイ、まあソイラテっていうほどでもないけど、豆乳コーヒーを作ります。おはちかちゃんです。みんなおはよう。見てください、カルディのドリップコーヒーの新しいやつ、なんかモカブレンド、でもちょっと甘いんだろうね、モカだから。モカ大好き。たまにね、なんかホワイトモカとか食べたくなるんだ。チカルティって言ってくれてる。なんでもかんでもつなげれるからね。でもちょっとやっぱ高かった、100円ぐらいね。でも言うて100円高かったよ、普通のオリジナル、うん、モカブレンドです。あ、でも確かにちょっと風味がまた違う気がする。ではこの前みんなに教えてもらった、ちょっと1分蒸らします。1分ほど蒸らす。その間に紹介します。昨日なんかファンの人がさ、じゃあ昨日劇場公演行った時にいろいろみんなが置いてくれたプレゼントとかお手紙を持って帰ってきてんけど、見てフランスのお土産で、ごめんちょっと洗いたてなのであれやけど、スタバだね。めっちゃ可愛くない？おいしゃん、カリスって書いてるの。激おしゃマグカップ新調いたしました。これもパリなんですけどね、かわいい。やっぱフランス行きたい今。あ、違う、一番行きたいのはもちろんタイですけどね。もちろんですよ。もちろんやねんけど、ひななながリツイートしてくれて嬉しかった。今ね LINE の返信来ない時期だからさ、まあでも自分のタイミングで返信してくるだろうと思いつつ、なんかいつか行きたいなで、もうちょっと人生終わらすのをやめようと思って、もう行こうと思ったら行こうと思って、まあいろいろね、いろんなお仕事とかさ、タイミングは見つつやけど、ちょっとでも時間があったら、まあ国内国外でもやろうと思ったこと全てを私は人生において叶えたいしやりたいと思って、あ、ボディーガードしてくれるの優しい。そう、行動力って大事だから、みんな前に行きたいと思ったらすぐ会いに行くんだよ。なんかこの前本読んでてめっちゃしっくりきたのが、まあさ
A か B かどっちにしようか、行こうか行かないか、食べようか食べないかとか、そういう風に悩んだ時って選ぶ基準っていろいろあるけど、本読んですっごいしっくりきたのが後悔しない方ね。後悔しない方を選ぶっていう言葉がめっちゃしっくりきて、いろんな選択基準がある中で後悔しない方か、なるほどと思って。もしかしたらさ、結構当たり前かもしれへんけど、意外とそういう時ってさ、もうなんか無難な方を選んじゃったりとかさ、好きな方を選ぶとかね、そういう選択基準あるけど、後悔しないっていいね。後々ね、ちょっとでもさ、あ、やっぱあっちしとけばよかったなって思うんやったら奮発したりとかさ、ちょっと無理してでもそっちをするべきだなって思った。ってぐらいで1分経ったと思うので、ちょっと入れたいと思います。この選択って意外としてるようでしてない気もする。いや、そう、でもほらコメントでもあるけど、難しい、簡単だと難しい方法を選べって、まあそれは人それぞれなのでね、私はこうしようっていう考え方なのでね、あくまでも自分に合ったものがあるならそれでいいと思います。聞こえる？ね、その時のタイミングがあるからいいと思うよね。ごめんね、こんなすっぴんで語ることじゃないんですけど、おはちかちゃん、みんな、松本千佳子です。お腹は減ったようで、でも別にそんな減ってないような気もする。え、コーヒー価格上がってんの？まあでも確かに、いや、なんか相場が分からんからさ、なんともやけど、なんか蒸らした方がさ落ちるスピード遅い気がすんねんけど、心なしかな。昨日結局公演終わりはチョコレートを何粒食べたかな、小袋のやつ、結構10個食べてないけど5、6個食べた気がする。普通にちょっとなんか食べてる。肌荒れへんのよ私、チョコ食べても全然、もうびっくりするほどチョコ食べてもあれへんくて、それだけが唯一の誇り。でもちょっと急にね、ご飯食べたらびっくりしそうだから、一旦豆乳飲んでみる。なんかさ、みんなが優しさか分からんけどさ、このタイミングのスクショめっちゃ見た。こう、朝配信終わりね、優しい、絶対絶対さ、チカがさ、すっぴんっていう風に気にしてるのを気にしてくれてるんだろうなと思って、優しさ感じてる、ありがとう優しいスクショタイム。昨日の深夜にあげたインスタの投稿見た？美味しそうだったでしょ？バタリーっていうお店で、もともとずっと行きたいなと思っとってんけど、で1月ぐらいかなにくまくまと行く予定立てとってんけど、ちょっと体調かな、
チカが体調崩してちょっと無理になっちゃって今になってんけど、逆にこの季節に行けてよかった。ちょっと名古屋駅から歩くねんけど、めっちゃ美味しかったよ。なんかパンケーキに近い、違う、ホットケーキに近いパンケーキで、ただバターがさ多分すごいこだわってるお店やから、風味がめちゃくちゃすごかった。鼻の穴にスーンって入ってくる。でクレープも多分カリカリ生地っぽかったけど、バターが染み込みすぎてしっとりになってた。そう、焼き菓子もめっちゃ美味しそうで、全然、え、おじさんもいけるよ全然一人で食べてる人の方が多かったかも。まあその行った時にもあるけど、しかも個人的にめっちゃいいのが、そのまあオープンがちょっと遅めやから、ブランチ感覚で行けるのがいいなと思いました。最近フランスに、オパリにハマってる私は、なんかブランチじゃない、ヨーロッパの人ってブランチのイメージでめっちゃ食べるイメージ多い、品数が。アメリカはモーニングのイメージかも、ちゃんと早起きしてのイメージがあるからね。ブランチめっちゃ良くない？大好き。しかもあとね、ちかはちょっとこれに関しては分からへんかってんけど、コーヒーもなんかバターがちょっと入っとって、多分風味ね、ちょっと分かんなかったです私は。あんまり逆にいつも普段飲むラテとかより、カフェラテよりちょっと苦かった気がするので、めっちゃおしゃれな空間だった。まあ値段的にはちょっといつものモーニングよりは少し高めにはなっちゃうけど、まあブランチって考えたらかな。乾杯。やっぱモーニングっていいね、朝から優雅。はあ、じゃ行ったらみんな報告してね。私聖地巡礼してくれる。行ってみたくなるって嬉しい。なんかそんな行ってみたくなる説明できてて嬉しい。ほっと一息。あ、かわいいよこれ。いつ買ったかな、2年前ぐらいにアウトレットで買って私服で着とってんけど、中が裏肝でなんか部屋着にしようってなった。今日は今から明日明後日の写メ会のポーズを決めたくて、おすすめポーズもう事前に X にね上げとくので、ぜひ困った人はそれを言ってくれてもいいし、X 見てくださいな。まあピースとかハートとかはまあ定番として、11日が制服着るので、まあ制服に合う系のポーズ。ちょパク取ろうかな。あ、いけるね。今日いけるすっぴんしてるいけへんすっぴんもねけど、あと2ヶ月で本当だ1年経つ。毎日配信から
顔が引き締まるわ。今日いけるすっぴんの日幼な、はい、君なんかさ最近流行りの JK ポーズって調べてみるわ。流行りの嫌だな、こういう風に調べてる時点でさちょっとなんか老いた感じする。若いんですけどね。あ、女子高生に流行中の、これおすすめ、ルタハートおすすめ、大好きチカ。初めて知った、ルタハートって言うんだこれ。恥ずかしいんだね。小顔効果抜群の手を広げ、ギュッとハグして仲良しアピールできないね。あ、このハートかわいい。これかわいくない？これなんていうんだろう。